出るかもしれないとか、口が聞きにくいとかっていうのが、そうですね。あ、やっぱり自分でこう、えいと思って行動していくと違うなって。自分はずっと引きこもりみたいな時期もありましたから、無職で。あと仕事もまあ1週間で辞めちゃったりとか。だから、今2年続いてるし。いわゆる対人恐怖の症状なんですね。要するに自分の持っている神経症が強がるってことですよね。そうなんでしょうね、だから妙にこうなんていうか人の言葉尻っていうのが気になったりとか、普段流せるようなことを言われてもそれに引っかかっちゃったりとか。そうね、気持ちはね、きっとわかるよね。ただそれはセルフグループの意味をよく分かってない方の考え方で、セルフヘルプグループの原則は同じ悩みを持っていて、それでそこから回復したいと思っている方たちが集まって、自分のこう共通の体験を語り合って、それでそこを回復していくという、ことなんですね、原則的に言うと。そうです。でそこには今日は参りました。ちょっと皆さんびっくりされるかなと思うんですけれども、1ヶ月ほど前から実は抑うつ状態に陥っておりまして、僕がその状態を代表だったの。あ、そうですか。誰か本当に率直に辛いことを話すと、みんなが自分の中の辛さをそれぞれに話したくなって話して、日曜日朝からもうすごい憂鬱なんですよ。起きたら朝からもう明日また会社行くのかと思うと憂鬱に憂鬱でしょうがないっていう。焦るとか早くこの状態から抜けたいとかね、そういう気持ちもあったけど、いやまずね今日一日何するか。全ないことですよ。取ろう取ろうって意識することによって、そういう生活をこうちゃんとすることによって結果取れてるっていう。目の周りにそれでいいのよとか、悩んでるあなたでまた悩みを聞いて、悩みを聞いたことが良かったって言ってくれるんですから。ですからその悩みを持ったままの自分がここではこんなに受け入れられるんだなっていう。やっぱ目指しているものはその神経症を治そうではなくって、快適な生活のスタイルをいかに自分が身につけて生活していくか、ただそれだけなんだなって話を聞いていて、ストンと落ちまして、今日は来た甲斐があったなっていうのを。本当にやっぱりそこはなんか心の私は居場所っていうふうに考えてるんですけど、なんかここでは自分の辛いこともありのまま話せて、なんか力がもらえる場だなっていうふうにね思える。そうね、今日一番とにかく嬉しいことはですね、明日が休みなんですよ。